ブラショフ県は、ルーマニア・トランシルバニア地方の県。県とはブラショフ。県は、かつて、トランシルバニアザクセン人が多く暮らしていた歴史的な地方ブルゼンランとファガラシ地方を含む。東部はコバスナ県、西部はシビウ県、北部はムレシュ県とハルンギタ県、南部はアルジェシ県、ドゥンボービザ県、プラホバ県と接する。2002年の調査では、 県人口は589,028人だった。人口密度は1平方キロメートルにつき110人である。伝統的にルーマニア人人口は県西部と南西部に集中する。ハンガリー人は県東部、ドイツ人は北部とブラショフ周辺に暮らす。県面積は5,363平方キロメートルである。南部はファガラシュ山脈。 ブチェジ山脈、ピアトラマーレ山脈、ピアトラクラユルイ山脈、ポスタバル山脈を伴うカルパチア山脈から成り立つ。東部はブラショフ盆地で、西部はオルト川渓谷である。盆地と渓谷の間にはペルシャニ山脈がある。北部と西部にオルト川が流れる。ブラショフはルーマニア国内で最も繁栄する地方の一つであり、工業の伝統を持つ。 第二次世界大戦中、ーやマイナス81航空機が、戦争末期には、メッサーシミット BF-109 が、ブラショフで作られた。共産主義政権下ではさらに工業化が進み、それらの遺産が一部は、非常に大規模な工業複合施設として残っている。また創業を続けているものもあり、資本主義市場経済において採用されたりした。一部は民主介護創業が止まり、 高い失業率の原因となった。主に外国からの新たな投資によって、経済は部分的に回復されている。県内の主要産業は以下のものがある。ファガラシとビクトリア周囲には、地域の汚染の原因となっている、大きな科学複合施設がある。県は4つの都市、6つの町、47の小自治体からなる。ありがとうございます。